おまけのノーモアヒーローズ、オマヒーローズー、はい、今回はね、まだやってないバイト、ゴミ拾いっていうのがあるんです。長尾さんもううんざりしてたでしょ。まあ、ゴミ拾いを見せられてもね、うん、草刈り、トイレ掃除ときてゴミ拾いですからね。でもね、これはゲーム性の一つなんですよ、長尾さん、うん、この虚無な日常を送っているトラビスがようやく試合になると輝くっていうところがね、楽しむ場所、そう、楽しむ場所、このね、ここでフラストレーションを溜めまくるんですよ、あえてここでこうやってフラストレーションを溜めまくって、なんか、絶対そうだと思う。生き物がいる場所なのそれ、うん、ね、こうやってね、日々の労働に追われようやく試合で全力全開の自分を解放できるわけなんです。まあ、それをプレイヤーとトラビスは気持ちを共有するんです。早くここを抜け出したいと思う。そう、早くここを抜け出したいと。俺はこんな仕事嫌だと。終わった、はい、見ての通り楽しいわけないですよね。こんなことしない、楽しいわけがないんですよ。これいくら報酬くれるんだろうね。いくらくれた？1000円。あ、でもそれなりに、それなりですね。戦ってガラクタ集めて売った方が多分いいと思うわ、うん、うん、はい、ゴミ拾いはね、あっという間だったんで、うん、もう一つゲームなんです。これ何これ、戦車って、戦車あるよ。プライベートライアンじゃないこれ。そうだね。これ何これ。戦車はプライベートライアンの時代と全く違うけど。違いますね。もう座礁仕掛けてません、これ。何これ。アテナマークのこれ。上陸作戦じゃん。なんかそこ歩いてる人、誰か人いますね。ここ行ってどこなの。なんか悪夢の世界みたいなってるね。夢の世界なの、これは。え、誰なのこの人。これ誰なの、モブなのこの人。モブなんかよ。こんなとこウロウロしてんじゃないよ。なんかいる。あそこにいるね。あいつじゃない。あそこ近づけないね。バグってるんですか。どうしてくれるんですか。どうすればいいんですか、これ。多分そこの丸なんだね。うん、あ、そう、右いたよ。こいつ？トイレじゃない？トイレ掃除、またかよ。もういいよ、戦場でまでトイレ掃除する必要ないでしょうよ。トイレ掃除したら、フラグが立って出現したりとかしないもん。これ楽しい？楽しいわけないでしょ。これ楽しいわけないでしょ。これ楽しませるために作ってないですからね、ぶっちゃけ。まあ、うん、これだ、金策だよね。そうそう、ミニゲームやって金策動画もね。でもね、もうあえてなんですよ。あえてクソにしてんすよ。俺は一作目でそれ学んだんですよ、ノーマーヒーローズは。この緩急が大事なんだと。なるほど。日常のクソさを味わわせた上で、いや、だからストレスを与えてくるってことでしょ。超弾けた戦闘を楽しませるストーリーと。だからこそのノーマーヒーローズだと俺は思っている。はい、1000円、うん。で、はい、クソ。はい、これ全部使えますよ、おまけ、これバグってんのも含めて、これ開発好きだからね。じゃあ違うぜ、やっぱり須田剛一のゲームはよ、やっぱ違うぜ。これは別に須田剛一のせいじゃないと思う。開発機だからこうなってるだけだから。本編はちゃんといろんなことできるから。だいたい須田さんの名前出してから何度か。ああ、成立する。おちに使っとけば。いいことも悪いこともだいたい須田さんの名前出してから。さすが須田さんだぜ、言っとけばいいのか。はい、というわけでね、はい、製品版を楽しみにしていてください。そうだね、はい、何ができるはずだったかは、うん、君の目で確かめてくれ。